大鏡餅作りは愛知県内の宝山会が持ち回りで行っていて、今年は海士市宝山会が担当となっています。海士市役所の駐車場が会場となっていて、1000人以上が参加して餅をつきました。およそ50俵分のもち米で、直径が 2.4 メートル、重さが4トンの大鏡餅が完成する予定です。今年の裸祭りはコロナ禍で設けられていた人数制限が解除されます。完成した大鏡餅は裸祭り前日の21日に奉納されます。